シーズンの幕開けとなった2月20日ゼロックススーパーカップ川崎フロンターレ戦、そして翌週の27日には J リーグ開幕。第1節はアウェーでヴィッセル神戸と対戦するも0対1の敗戦。公式戦2敗という厳しいシーズンの幕開けとなってしまい、立て直すべく3月3日のアウェー名古屋グランパス戦に向けてチームは調整を続けました。この日予定されていた名古屋グランパス戦当日、チームに激震が走ります。 A クラブのトップチーム、選手4名、スタッフ1名が新型コロナウイルス感染症の PCR 検査で陽性判定を受け、本日行われる予定でありました名古屋戦の開催を中止という判断をさせていただきました。3月9日には活動休止、再びサッカーができない日々を過ごした選手たち。共に苦しい時間を過ごす中、サッカーを愛するファン・サポーターの皆様から苦しむガンバ大阪へ数多くのメッセージをいただき、勇気を与えてくれました。キャプテン三浦選手はたくさんのメッセージに対して感謝の気持ちを語ります。ガンバサポーターはこうもちろんガンバを応援してくれてる、僕たちを応援してくれてるってイメージありますけど、他のチームのサポーターもこうサッカーを愛するものとして、僕らの活動をこう応援してくれて、各々スタジアムで待ってくれてるということ言葉をくれたんで、そういう思いに応えられるように僕らも再開したら、チームとしてしっかりとその気持ちに応えれるように頑張っていきたいなと思います。活動休止からおよそ2週間、トレーニング再開の日が訪れました。久しぶりの練習場で顔を合わせた選手たち。サッカーができる喜び、たくさんの人に支えられながらプレーしていると改めて実感し、練習を行いました。その時の心境を背番号10番倉田選手はこう語ります。やっぱみんなでサッカーやる幸せっていうのを改めて感じたし、やっぱこれが自分の生きがいというか、やっぱサッカーって最高やなと思いましたね。激闘となったアウェーサンフレッチェ広島戦を終え、迎えたおよそ1ヶ月遅れでのホーム開幕戦。この日は水曜日のナイトゲーム、3月6日予定されていた鹿島アントラーズ戦の延期。そこから長い活動休止期間、厳しいアウェーでの戦いを終え、4月7日アビスパ福岡戦。早い時間帯から数多くのスタッフが、クラブに関わる全ての人が待ち焦がれたホーム開幕戦への準備を行い、万全の体制でファンサポーターを迎え入れます。13時30分には試合運営を行うスタッフで全体会議が行われました。皆さんこんにちは。まずはですね、本当に、皆さん、ここにおられる皆さんはもちろんですけども、ガンバに関わる全ての皆さんのご支援で、今日を迎えられるということで本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今解散ありましたように、昨年の、最終戦以来の今日は開幕戦ということで、先週の、広島戦アウェー、まあ、画像を見られた方はすごくというか認識あると思うんですけど、結構大阪からだけじゃないですね、ガンバサポーターが1000人前後、かなりのサポーターが応援に駆けつけてくれてます。で今日も本当に楽しみに、5000名、入場制限がある中で、5000人規模ですけど、楽しみに、ご来場される方がたくさんおられると思いますので、当然、安心安全はもちろんですけど、やっぱ来てよかったなっていうふうに、みんなで試合運営をしていきたいし、またこのバナサに来たいなっていうふうに書いていただけるように心がけて、全員で、今シーズン、長丁場になりますけど、過密日程になりますけど、全員で協力して試合運営よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。コロナ禍で苦しむ飲食業界、オイジー店舗の皆さん、今シーズン初のオープンに向け意気込みを語ってもらいました。今日はすごくガンバのファンのお客様がたくさん来ると思うので、応援を盛り上げられるように笑顔で元気よく頑張りたいと思います。
本当に試合も久しぶりで、ホームでの開催は久しぶりなので、やっぱりお客さんも、まあ、楽しみにしてたと思うので、で今日来られるお客さんには精一杯おもてなしをして、まあ、楽しい一日にしてもらえるように、僕たちも元気よくやっていきたいなと思いますので、はい、サポーター、仙石さん、内藤さんにお話を伺いました。久しぶりに見ることができて、楽しみにしております。そうですね、まあ、他のチームが活動してる中ね、ちょっとなんか J リーグも見てもちょっと寂しさがあるというガンバが参加してないことに、それでもまあ J リーグ自体は見てたんで、まあ、ガンバは参戦してこう巻き返すことを期待します。そうですね、昨年から数えると12月、1月、2月、3月と4ヶ月空きましたんで、4ヶ月分を今日一発ドンと出せればなと思ってます。あとはもうチームがね、勝ってくれるために何ができるかっていうのをもう試合前から、そして試合中もね、一生懸命声届けたいなと思います。喉の調子、そうですね、もう終わった後声が出ないのは問題ないです。はい。いや、もうやっぱりこのスタジアムに来るとワクワクしますよね。もう気分かなり高まってます。ただ、まあ、ガンバの試合がない分、まあ、他のチームの試合もたくさん見たので、これからあのガンバが対戦するチームのことはたくさん逆に、まあ、いつもよりは知ることができたかなっていうのはありますが、それがやっぱりその今までのシーズンとはちょっと違うシーズンだなっていうのは感じてます。まあ、スターティングメンバーがどんなメンバーなのかなっていうのと、やっぱり皆さんのガンバクラップが何より楽しみです。いよいよ会場の時間。徹底した感染症防止対策の中、試合を心待ちにしていたサポーターがスタジアムへと向かっていきます。16時30分会場。小野社長自らゲートに立ち、皆様と心を一つに力を合わせてこの1年間を戦う思いを込めてステッカーを配布。この困難なシーズンを乗り切るために宮本監督からのメッセージ。ピッチサイドに掲げられた横断幕、このピッチで戦う選手に向け熱いメッセージを送ります。19時のキックオフに向け、いよいよ選手登場の時間が迫ってきます。およそ4ヶ月ぶりとなるパナスタのピッチに選手が登場。待ち焦がれた選手たちを拍手で迎えます。続いてフィールドプレイヤーが登場。サポーターの応援にも熱が帯びてきます。サッカーができない日々を再び経験した選手たち、時折笑顔も見られ、リラックスした雰囲気の中緊張感を高めていきます。止まった針が。そしてシーズン初のお披露目となった仙石さんによる選手紹介。逆風跳ね焦げ、勇ましく青黒一丸、反転攻勢、共に戦え、拳戦え、ガンバ大阪ストーリー。最高の試合演出でボルテージは最高潮。そしていよいよ選手入場の時刻。全ての人の思いを背負い、勝利のため選手たちはピッチへ向かいます。2021明治安田生命J1 リーグ第8節、ガンバ大阪 VS アビスパ福岡。この日は J2 昇格組となったアビスパ福岡との J1 リーグ第8節。ガンバ大阪は持ち味を出すも決定機を生かせず0対0。ただ昨シーズンの積み重ねである堅守を見せ、次への戦いへ期待させてくれるゲームとなりました。ここからの逆襲へ、厳しくも確かな一歩を歩み出した選手たち、ガンバ大阪の本当の力が試されるシーズンとなりました。